就労支援センター、ウイングルの、いついこう、今日いこう、ビタリコ、はい、<laughs> さあ、やってまいりました。はい。はい、えー、障害のある方の就職のお手伝いをする、就労支援センター、ウイングルの番組です。えー、簡単に、自己紹介します。えーはい、私、走るセンター長こと、池宮こと、ミーアんと。はい、歌と情けの支援員の、えー、高崎小勢こと、こずりんです。 はい、はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。久しぶりですね。そう本当久しぶり。たまには来たいな。<と><ん>今年初めてじゃん。今年初めて。<laughs> もう二月に終わろうとしている。ですよね。<laughs> はい。じゃよろしくお願いします。はいよろしくお願いします、はいえー。番組ではメッセージを募集しています。えー、メールアドレスは七六一アットマーク fm こざドット jp メールアドレスは 761‐fmcoza.jp です。ファックス番号は098-934-8653。098-934-8653になります。えー、また、f m コザでは u ーストリームで映像と音声を配信しています。f m c o のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。 よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい <laughs> なんで。この間は <laughs> 間をどうするかったった。なんかね、あのやっぱね、長い喋りって難しいなってつくづく感じましたね。うんうん、うんうんうん。うん、そうね。うん、あのー、どこで息継ぎしようかって、ね。<laughs> <laughs> そ,うそうそう。大変だな。本当。歌手の小継ぎ。ね、<laughs> 息継ぎでしょう。こんな余裕でしょ。あうん、そうだね,あね。うまく息継ぎ 何て言うのかななんかねできる方法があるあるあるここで気づかれない気づきとかねなるほどなるほどそういうのがねできないんでまだ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 歌手になりたいのそうそうやってるんではい頑張っていきたいとはい音痴なんでねそこはいでも今度歌うことになってるからね会社なんでね頑張らないと頑張ろうはいはい あのーうん、最近、なんかは、桜祭りりていうのがねそうそうそう、桜祭り行きましたうん行ってない、行ってない、天気が、ああでもよくいい時が週末、一日あったような気がする、なんで行けなかったのかな、うん、あの、行けなかった、あそこに行ってみたかった、うんあのー、泣き陣、うん、夜も、も、はい、なんかどんだけ綺麗なんだろうと思って、うん、ラジオとかでもね、たくさん言ってたから。うん、まあ、あとはいえ、あのー、のコリンザね 近くにほら桜の綺麗なところが結構ね家庭でもなんか見られたりしますね桜の木が一本だけポーンってあったりとか、ね、あったりするね、うん、八重島公園はでも見てないんだけどあの、うん、八重島公園も桜の木はたくさんあるから、うん、あの朝のウォーキングではねあの時期はよく行ってたから、うんうん、そうねどうだろうね 見てない。見てない。見てないの。見てない。ちゃんと。はい。ダメ。今度行きましょうね。はい。今度行きましょうね。ウォーキングで。ウォーキングでそうそう朝のウォーキング。私たちなんかあんまりウォーキングね担当になってないから。合わないですね。だからうん今度行ってみよう。了解です。はい。はい。ということで昨日なんかコズリンスあのイベントがこうウイングルであったみたいなですけど。そうそう。昨日は。どんなイベントだったんですね。えっと昨日は実はえっとアフリカン大根。 の即興セッションとかいうのが、うん、<ー>ありまのたまにあのこういった時は、ね、こういったイベントっていうかあの、ま、外部の講師を呼んで、うんあのま、いろいろ就職に向けて効果があることだけではなくてなんかリラックスできたりとか、ねうん、何かあのちょっと違ったいつもの訓練と違うようなことをしてるんですが昨日はそんな感じであのアフリカン大あのうん、うん、ジャンベとか分かります<あ>ジャンベ聞いたことある、うん あれをあの、まあ、専門としているあの、まあ、私の友人なんだけれどもあの結構、えーっとですね、週あ月1回か月1回あの最終の日曜日水曜日だったかなあの那覇の方でも自分でこうやって集めてしてたりしてて本人、うんまあ、さんそんな感じで活動してるんだけれども、まあ、ぜひなんかもう結構前から、ね、いつかできないかなっていうのは話はしてたんだけどなかなかあの 土曜日が彼女が仕事だから来れなかったんだ。そうそうそう。で昨日はね、えっと平日だったから、そうそう。でお仕事もあのたまたまお休みでちょうどいいって言ってあの来てくれて、人数もメンバーさんも十六名ぐらいでスタッフもね三名いたので、そのそれぞれがみんなねいろんな打楽器を奏でたんだけどあのまあねなんなんだろうねアフリ みたいだったよ <laughs> <笑><笑>ざっくりねうやっぱりねなんか楽器ってすごいと思うよ<ー>、うん、その時のほらあのそのその土地感を感じるっていうかだって三振のネイルだってやっぱり沖縄を感じるでしょ、うん、不思議だよねんだろうね来ればよかったのに <laughs> <laughs> ちょっと行けなくてね 表現をなかなか、うんあのー、うまくできないというかさ、うん、やっぱりなんかみんな、あのー、そうじゃない人ももちろんいるんだけどこう楽しいというのを本当は心の中ではとっても楽しいと思ってるんだけどこう,うまくそれが伝えられないとかさ、うん、辛いのも我慢してしまうとか,なんかあの、まあ、日本人はそうなのかもしれないけど意外とうちなんちも恥、ね、かさだったりするから、うん、この気持ちをこう表現ってしないじゃない。でもこういうい音楽を通じてってっやると こうほ本当に自然と笑顔になっていったりするしみんなもあのいろいろ感想をもらってる中でそういう、うん、あの意見もあってなるほどで最初はやっぱりね皆さんこう戸惑って積極的に、はい「好きな楽器さあ取って!」って言ってもこうえっとって <laughs> 最初は。だけどあの、ね、取り出したらみんなそれぞれこう気に入ったのを、ねうん、それぞれ持ってであのこの,あのコナさんっていうんだけどコナさんが上手なのが例えば自分が持った楽器を。 自分の中のこうリズムで自由に叩くだけはなくだけではなくてさコミュニケーションも上手にとる、うん、この楽器を渡すのもコミュニケーションしながらの、うん、みんなで12、うん、<ー>っていう,こうリズムでさコナさんが配っていく例えばあのなんだっけマラカスとかにしても1でコナさんが配ってる楽器を手にしたら2で隣の人に渡すとか、うん、でどんどんこう楽器がわこうなんでみんなに渡っ,渡っていくとか、うん、そんなだったりとかさ。あの 半分に分かれて音をこう奏でてそれをこうリズム取ったりとか、うん、なんだろうなあのリズムもコナさんが指導してくれたりもするんだけど真ん中でコナさんがこうダンスしながらさ足が地面についた時に音を鳴らしてとか,、うん、なんかそういうので自然となんかそれを見ながらみんながこうリズム取っていったら一つの音楽になっていくみたいなさとっても良かったなかなかねあのやっぱりねそういう専門でやっ,ぱりやってねあのる方だからこう。 どうやったらみんながこう打ち解けるかとかさ、あのリズムが最終的に一つの音楽に。作り上げていくみたいなのは、やっぱりとっても上手でから。うよかったよ。もうとても楽しかった。でも、あの、そのメンバーさんからも。今日、どうだったって聞いたら、すごくよかった。あ、本当に、あったし。そうそう、あの感想ももらってて、あの、なんかいくつか、あ、いいなと思って、打ったのがあってさ、あの。 えとね、シンプルなんだけどみんなバラバラに自分が思う、えー、リズムを叩いていてぐたぐたになると思ったけど楽しく叩くことができたしちゃんと音楽になってるのがすごかったって、うんうん、と,か,あのとってもかったです私も小中学校の頃は運動会などで古代校を担当してたで、うん、最高に楽しめたってやっぱなんかあの太鼓を、ね、もともとやってる方だったりあのするとなんていうの とてもなんか懐かしみながら、うん、叩いてる方もいたしえっとね、えー「今日体験してみてリズムに乗るからみんなで打楽器を演奏するのがとても楽しい」と実感しましたで音楽は聞くのもそうですが演奏するのもリラックス効果がありとてもいい時間を作ってくださりありがとうございましたかこのリラックス効果が実感できたりねあこういう意見も中にはやっぱりあってすっきりあの終わってすっきりなんか気持ちがとてもすっきりしてたとかさうん、うん えとリズムに乗って体を動かすのはとても楽しくなり知らず知らずにこうなんか笑顔になっていくのが分かりました良い気分転換になりましたとか、うん、あの楽しかっただけではなくてなんかそういう,こうなんていう変化、ね、体の変化とかもうん、うん、感じてもらえてて良、うん、かっったなと思って本当かったですねちなみにこう、うん、楽器って、うん。うん 何種類ジャンベだけでも <laughs> 多分ジャンベだけでも10個ぐらいはあったと思うそのジャンベも全部一緒ではなくって、えー、あの作られてるあの周りの木も違うし皮も違うし動物の皮も違うんだ<ー>大きさも違うから音が全部違うそれであ全然音が,音が違うっていうこと、ねうん、音がもう高いこうあの叩く場所によってほら低い音も出るし高い音も出るのでうん、うん、使い分けもするんだけど一つ一つがまず音が違うわけよだからもう,う あの全く同じじゃない三振もでもね、うん、そうじゃない一つ一つ全部音が、うん、同じ銅でも、うん、同じ音でもやっぱりその高さとか高さが音のその細さ、うん、太さみたいなの違ったりするのと一緒で、うん、全部違うわけでそれ以外にはあのそういうマラカスがあったりとか、うん、あとはなんかねあのカスタネットいろんな,なんか形のカスタネットとか、うん、カエルの音がするのとかあのいろいろまあなんか叩いたり何ていうの、えーと ビョンってなんか空気がほら子供のおもちゃみたいなああいう感あの感じのもあったしえとにかくたくさんたくさんうんだからもう余ってるぐらいなるほどなみんな好きなの二つ持ったぐらいよぜひ次やりたいな俺も参加したいなと思ういいかもしれないこういうのもいいねリラックスなんかこう例えばジャンベでもこう古いなんていうんですかねあの年代が古いもの 値段が高くなったりすするんでかねギターとかよくあるじゃないですか楽器とかバイオリンとかあるかもしれないねあどんなんかジャンベの基準は分からないその高価なのだけど年代もあるかもしれないし革だったりそうだねあのジャンベの巨匠が使った「よこれ1億する」とかそういったのあると思うやっぱりメーカーんかちゃんとメーカーが書かれてるようなのもあったり本当になんか 民族もその場なんていうのそこの民族で使ってたようなんか雑作りは雑雑なんだけどっていうような川もんか綺麗にされてないというかさ橋橋もそのままみたいなああいう感じのもあったし見てるっていうか持ってるだけで楽しいね。んこれ楽しそうんかあれだよねあの何ですかザブームの風になりたいみたいなどんどこどんどこみたいな感じだと。 うん、あれ全然違う、うん、まあ違うけどさ <laughs> けどあの太鼓自体違うけどでもやっぱリズムなんかその気持ちは上がるよねあのなんか曲ねああいうテンションっぽい感じですよね昨日うもさあの一応なんか音楽にも合わせてみたよ三振も一応ねあの、うん、センターにあるから、うん、えっとその。 三振弾きながらっていうかさ、いろんな曲で合わせて、うんうん、私もいろいろ適当最初はゆ、まあゆっくりな曲も弾いたり。民謡もしたりしながら、だんだんとちょっとエイサー曲に変えていったりとか、うんうん、テンポの速いのにしていたり。でもちゃんとみんな合わせる、それに。うんうん、<laughs> ちゃんと合わせて、まあ、私もやってて、とっても楽しかった。うん、な,るなるほど、なるほど。ね、よかったまたやりましょうね。はい。うん、あの、ちょっとリクエストが。リクエス来てるんですけど、ね。あ、本当。あのー。 ととんがりさんといいうう方ですかねありがとうございますうん、うん、はじめましてと「今日の BGM かっこいいからメールしてしまったさ」ということで「うん、アフリカの音楽もかっこいいさ」うん、音楽イベントよくやってるの?」ということなんですけども。

そういうのやった、やったり、でも音楽イベントってあんまり。あんまりないですね。今回もしかしたら、初めてかもしれないね。まあ、あの、やっぱり就職に向けての、こう、ね、私たち訓練をしている事業者なので。まあ、それの余暇活動っていうかね、まあ、毎日以降、訓練ばっかりだと。そうそうそう、やっぱりね、でもよかって、すごく、ね、仕事以外の。 過ごし方とかそういったところも大事なのでまあそういった音楽も大事なんだよっていうのがね。っていうのでやったのでリラックスのねあの方法もねやっぱりね知っておいた方がいいからねまたあればね案内はしたいなと思って言るんですけどまたやりましょうね。ままたやりしょうねということでちょっと。 曲の方ですね、うん、1>, 1曲いきたいと思いますはい、えー。ちょっとバレンタイン <laughs> 前なので <laughs> 私の思い出の曲ですね <laughs> バレンタインキス <laughs> 国称さよりのバレンタインキスですはい、はい、どうぞ はい、懐かしい曲でした。懐かしい、本当に。もうどれぐらい前なんだろうね、って思うよ。あの、しがね小学校時代。で小学校六年生。六年生だった、ちなみに同じ年だからね、六年生、私も六年生だったってことだね。これだけは記憶がすごい。はい。はい、ということですね、質問コーナー、ちょっと行きたいと思います。はい。ええ、ち三十代。うん。ええ、おはがきの方。 いいただいてますので、はい、え30代女性の方、えー、ちょっと発達障害のある方で、はい、え事務の仕事をしていますが、途中で、仕事中ですね、何をやっているのかわからなくなり、うん、え周りに迷惑をかけてしまっていると、なるほどでそれでミスも増えてきているので、えー、自信がなくなってきています、どうすればいいでしょうかという、えー、ご相談ですね。 自信がなくなっているはこれ早めになんとかしないといけない <laughs> これなんで何をやってるのかわからなくなる状況って多分何まあ発達の方もしかすると何かなんて言うんだろうあのほらふとこう何かなんて言うの何か興味のあるものに目がいってしまって、はい、そっちに集中してしまっているとかさうん,、うん、なんかそんな可能性もある気がする。そう ね、結構たくさんのことをこう一気にやったりするので順序立てができてないので、ねうん、パニックになっているところもあるかもしれないね、うんうん、もしかしかたらうん、うん、そうだね業務内容がある程度こう、あのー、本当に一つずつ、あのー、いくつもいくつも、ね、同じ時にするんではなくてある程度、流れが決まっていてうん、うん、その一つの業務に一応こう集中できる環境だったらいいしうん、うん、何かさ、あのー、またほら、 なんていうの環境面で何かに敏感なこととかないかな環境面とか音にすごいなんかさ花瓶になってその音が気になりだすとかさふと我に書いた時あれって何やってたっけとかさあるかもしれないし。 じゃまずは周りの環環境境ちょっとね原因をそうなった時の何かきっかけみたいなの少し洗い出していくと見えてきそうだし環境も気になる要するに気になることどんなことに気になったかとかさ出すとその中で少し配慮できる変えられるものがあったり削除できるものがあったら私はいつもよく思うのは本当に削除必要じゃない。 情報とかって別にいらないんであれば削除できることの方がねよりなんかシンプルに仕事がねできるかなと思うんだけど。とはそうですねタスクっていうかねその業務の一覧化するとかそうだねわかりやすくねうんいいかも。例えば毎日やることとまあ都度発生する業務っていうのは当然あると思うので毎日やる業務とはかはもう。 ちゃんとスケジューリングしておいてつどつど発生するものはそこもこなしながらとかやっていくことで何が大事なのか優先なのか順位を立てるもねところも大事かなそうだね私たちでも業務がわーって計画通りにはいかないことはよくあるけどでもやっぱりちゃんとスケジュールをきちっと決めておいて把握してやっていくのは。やっぱり 大体あの予想していないことが起きるとねやっぱりあのえってすぐさあの切り替えれなかったりするねっていうところもあるだろうからある程度ね。そうですねそこをちょっとまたねあの会社の上司の方であったりに相談してみてスケジュールの把握であったりとかね,ね、うんうん、タスクをちょっとょ抱えてる業務を一覧化して。うん この時間は何やるとかね取り組む順番とかをちょっと決めていくとあとやっぱりわからないときはそのときにねお話をすることで相談することでねほうれん草という形そういったところで解決していくかなと思うのでそうね何かね原因がやっぱりあるよねうん困ってるはずそういったところをまずはね一つずつ解決できるといいかなと思いますはい という感じでですね。はい、あのちょっとウィングルのですね。えー、うん。まあエンディング前になりますので <laughs>。はい。ちょっと説明会の告知をですねさせてもらいます。はい、えー。ウィングルでは毎週火曜日、えー、木曜日の昼一時半より就職相談会を開催しております。えー、就職を目指している障害のある方、えー、仕事をしたいけどどう進めていいのかわからない。 仕事が長続きしないでどうしたら長続きするかなどにお悩みの方ご相談のおります、えー、ご家族関係者の皆様ですねどなたでも参加いただけます、えー、日程の合わない方は、えー、別日でも調整可能ですので、えー、気軽にちょっとですね連絡いただけたらいいなと思います、はいえー、場所はですね、えー、沖縄市中央、えー、2の28の1、えー、コリンザの2階になります、まあ、FM 小ら こう中央パークはね、うん、ぐね、うん、ちゃますすぐで電話番号は098-921-0585098-921-0585ファックス番号は098-921-0586となっております、うん、ので、えー、ぜひぜひあのちょっと就職の方でねあのいろいろお悩みのある方は、はい、気軽に。はい ご連絡いただけたらいいかなと思います。はい。そうですね。という感じです。早いですね。もう今日ももうね本当にあっという間また今ね就職こうなんか世の中がこう就職にちょっとこう活気づく時期ねねそろそろなるしね。そうそうそうねまあだいたい三月四月っていうのはあの。 だもんね、こういった就職とかね、うん、こういう時に、あのー、ちょっと早めに動けて企業の方も受け入れたい、ね、受け入れ体制がこうなんか整い始めるというか、ね、整わせるというかいいよね、このねやっぱなんか卒業とスタートみたいな <laughs> メンバーさんにもいるよ、何人かやっぱこの4月からには就職したいって<ー>目標の方、うん、やっぱりあるみたい、節目、ね、っていうかね。 ね、企業もね、そういった形でスケジュールしてるところもあるの。はい、そういった形で。そうですね。私たちも、はい、サポートできたらいいかなと思います。それでね。それでは、ええ、お時間な、なったので、ええ、小泉じゃ、あまた次の機会に。そうですね。ね、皆さんとお会いしましょう。ええ、就労支援センター、ウィングルの、いつ行こう。今日行こう。リタビコ。ありがとうございました。またね。またね。はい。